センチュリオンは日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年のマーチステークス。他、2019年の JBC クラシック3着、2018年の白山大賞典2着。2017年名鉄杯、直線コースで王権ワールドと競り合う2020年姫山菊花賞、仁義との2着争いデビューは遅く3歳3月のダート戦だったが、 伊藤匠心を背にに連勝。そこから芝に転戦して、東京優秀トライアルの青葉賞、ついでダートのレパードステークスに参戦するも大敗で、この年は続く1000万下級を、クリストフルメールの手綱で勝利した後は2000とも、大敗で終える。翌4歳は高級を挟んで1600万下級を2勝2着2回と、構想し、さらに5歳を迎えた2017年は、 ラジオ日本賞で初のオープン価値を収める。6歳となった2018年、マーチステークスに初起乗となる、幸い秀明とのコンビで出走すると、道中4番手から早め先頭に立ち、クイーンズサターンを花差しりぞけ初重傷制覇。こうはゲートもスッと出て、良いポジションを取れたし、追ってからもしっかりしていました。言うことないです。 力をつけている途中だと思うので、これからどんどん強くなると思います。田村康人調教師は、中山なら、重賞を取れる可能性が高いと思っていましたし、負けられないという思いでした。レースは思ったより、前の位置でしたが、最後もよく踏ん張ってくれましたと語った。なお、このマーチステークスまでに挙げた全8勝はすべて、中山競馬場、ダート1800メートル戦で勝ったものであり、 無類の中山校舎ぶりを見せつける、重傷勝利であった。自走の白山大賞店で2着、名古屋グランプリでは4着に入るが、この年2度出走した GIQ 競争では共に2桁着順に大敗。翌年連覇を狙ったマーチステークスでも9着に敗れ、裏分けば移籍する。移籍初戦の武蔵国オープンを3場審査で解消し、その後も2019年大一年。 東京記念、埼玉新聞ウェ鑑賞2着、2019年、JBC クラシック2020年マイルグランプリ、姫山菊花賞3着と、重賞戦線で構想するが勝ちくらは、この一勝にとどまっている。以下の内容は、ヤビスサーチ及び NETKEIBA.com に基づく。ありがとうございます。